目覚めたのは白雨の降りしきる小高い丘。あたりに人影はなく、ただ唇に温かなぬくもりだけが残されていて、僕はどうしてここにいるのだろう。やっと会えたのに、一緒に帰ろうって伝えることもできず、ここで何があったのだろう。シスは別れ際に耳元で何事か囁いていたけれど、それがどうしても思い出せなくて。初めて出会ったその時から思いは決まっていたのかな。幸せって言葉の象徴は疑う余地なく君の存在だった。
私にもあったんだ。でもこれで本当のさよならにしよう。少年の中で両立することは不可能だった。彼女との記憶を忘れてしまうことは少年にとって何一つ幸せなんかじゃなくて、魔法はその思いの強さに吐き消され無効化されていた。少年は再び旅路を行く。次会えた時は今度は自分から再会の口づけをするのだと心に誓った。蒼白の果て、それがどんなに遠くても、いつか、きっと。